皆さんこんにちは、ピアニストの高木理恵子です。この度ですね、チャンネル登録者9万人突破ということで、皆さんいつも見てくれてありがとうございます。今回はですね、そんな9万人企画として皆さんから高木への質問を大募集させていただいたんですけれども、ありがたいことに、400件ぐらいいただいたんですね、いろんな SNS とかに。今日はですね、4、50件くらい読めるかなと思うんですが、どんどん読んでいきたいなと思います。いろんな質問結構いただいたんですけど、ピアノに関する質問、プライベート、恋愛、衣装のこととか、ちょっとざっくり分けた質問、ジャンル別で読んでいきたいなと思います。まずはピアノに関する質問。ピアノを始めたきっかけはということで、これは私4歳からピアノを始めたんですけど、うちの姉が近所の先生に習いに行っていたところにおまけでくっついていったのが最初なんですけど、結構でもそこでドラクエのピアノとかをこう聞いてすぐ弾けたりとかして、それを先生が見初めてくれて、ヤマハの方にオーディションを受けに行ったらいいと思うって言われて、ヤマハのジュニア専門コースとオーディションを受けて受かって、そこに入ってから、クラシックピアノと作曲を勉強するようになりましたね。はい、続いて、指先の運動を毎日してますかということで、これは、はい、してます。結構指のトレーニングもいろいろ自分なりのメニューを組んで何項目かやってたりするんですけど、これもちょっとまた別の動画でお話できたら面白いかもなって思ってます。続いて、リオコさんに質問です。リオコさんのアドリブが本当にすごすぎて憧れています。嬉しいです。リオコさんみたいなアドリブを弾けるようになりたいのですが、どんな練習をしたら良いですか。クラシックの練習方法は分かるのですが、ジャズの練習方法は未知数です、ということで。これね、でも私ももともとクラシックから入っているので、作曲をする中でこうメロディーを作ることが楽しいって思うっていうところから、こうジャズのアドリブが楽しいっていうところにつながっていったので、これもまた別の動画でジャズピアノのハウトゥー的な動画をちょっと撮れたら面白いかななんて思っているので、またそちらの方でちょっと楽しみにしててもらえたらなと思います。美容の質問も来ています。いつもお肌が綺麗でとても羨ましいです。そんなこと全然ないですけど、スキンケアはどんなものを使ってますか。私ね、本当に肌が弱くてアトピーとかがあるので、もう手とかすぐボロボロになっちゃうね。今は結構アトピーの人でも大丈夫なアクセーヌさんとかを使ったりしてますね。はい、続いて、技術的な質問で恐縮です。アッパーストラクチャーについてどのくらい理解されてらっしゃいますか。稲森メソッドやスーパーインポーズテクニックについて教えてください。すごいですね。多分この方私より詳しいんじゃないかなと思うんですけど、私はどっちかっていうと理論から入っていないタイプで、ある程度アドリブとかができるようになってから理論の本を読み出したりしてたので、でもアッパーストラクチャーはテンションを使う時とかにすごく便利な方法だなって思ったりしてるので、これもそうですね、また別の動画でお話ができたらいいかなと思います。続いて、一番影響を受けたピアニストは誰ですかということで、これね、結構私子供の頃にやっぱり両親がジャズが好きで、家でかけてたのがキース・ジャレットとか、あとビル・エヴァンスみたいに、だからどっちかというと綺麗なピアニズムのものがこう好んで両親が聴いてたので、その影響はやっぱりどっか根本的には受けてるのかなと思うんですけど、まあでも全然違うピアノ弾いてるからですけど、でもね、影響を受けたっていうよりは参考にしているピアニストとか結構いて、ハーモニーの参考になるなと思って、ジェラルド・クレイトンさんとかは本当にハーモニーはとても勉強になるし、昔からジョイ・カルデラッツォさんとかはもうモードなコード感とか、あとアレンジの参考にすごくさせてもらうということがありますね。影響を受けたというよりは参考にしているピアニストは結構いっぱいいる続いて、リオコさんはキーボードをどれだけお持ちですか。それらは何らかの用途に合わせて使い分けているか、お気に入りは何ですかということで、私ね、そう、制作用と、ライブ用を分けてるんですけど、制作用は、ヤマハのモチーフ ES、ローランドの FA っていうのが結構ピアノのタッチがちょうど良いので使っていて、あとはライブ用だとノードエレクトロ3っていう赤い可愛いやつ、これが結構エレピの音がすごくいい音するんで、コルクのクロームはシンセの音が結構面白いのが入ってるので、たまに持ち出したりしてますね。あとショルダーキーボード、ローランドの AX1 っていうのは本当にもうめちゃくちゃお気に入りで、今でもたまに飛び道具としてたまに使ったりしてますね。はい、
こんにちは。ジャズピアノ上手くなりたい大学生です。高木さんは耳コピーたくさんされたでしょうか。また一番好きなピアニストは誰ですか。答えていただけたら嬉しいですということで、そうね、私も耳コピーはそこまでたくさんはしてきてないんですけど、まあ、でもチックコリアにハマっていた頃はやっぱり本買ったり、あのアルバムたくさん聴いて指癖とか真似してみたりとかしていましたね。あと今も個人的にすごくあのプライベートにも仲良くさせてもらっている岸野佳子さんという素晴らしいピアニストさんの、よしこさんのファーストアルバム「フェアリーテイル」っていうアルバムが本当にあのジャズスタンダードをとっても綺麗に丁寧に弾いていらっしゃるアルバムで、それはね多分いまだに「ビューティフルラブ」のフレーズとか多分今も全部弾けそうなぐらい当時本当に耳コピーして勉強させていただきましたね。一番好きなピアニストね、やっぱりイリアーヌ・イリアスはすごく影響を受けましたね。まあ、ブラジリアのブロンズの美女なんですけど、イリアーヌ・イリアスのピアノは本当好きで、すごくいろいろ影響を受けてきたかなと思います。はい、続いて、ピアノでこれだけは誰にも負けないって何ですかということで、これはそうだね、やっぱ即興演奏ですかね。あの今もたまにステージでやるんですけど、あのお客様席から手を挙げていただいて、何でも簡単なフレーズをその場で弾いてもらって、そのメロディーを使ってその場で作曲を瞬間的にするっていう、一曲完成させるっていうことをたまに今もライブでやったりするんですけど、それは結構あんまり他にやってる人もいないし、まあ負けないかなと思ってます、はい、続いて質問です。曲を作る時とかどんな時にふと浮かんでくるのですか。また感性を磨くために何か心がけていることはありますかということで、そうですね、結構私曲を作る時ってそのピアノに向かっている時とかよりも寝てる時に作ってて、目が覚めた時に覚えていて、パーって書いて曲を完成させるとか、あとお風呂の中でこう鼻歌のように歌ってたものが、あ、なんかこれいけるって思って急にできたりとか、意外とその作ろうとしてない時に浮かんでくることが多いけれども、やっぱり曲が出てくるっていうのは普段から作ろうって頑張って、何かそこに近いフレーズとかを普段から弾いていって頭に入っている時ほど、ふとした瞬間に形になって降りてくるのかなっていう風に思いますね。はい、高木さんの演奏を聞いてジャズもいいなと思わせてもらいました。青春時代に聴いていたアーティストはどんな方ですか。またどんなジャンルがお好きだったのでしょうかということで、これね、結構私あの今まで付き合ってきた人がなぜかこうロック好きな人とかが結構いて、でだから昔だったらレディオヘッドみたいなこうちょっとダークな UK ロックみたいなのも好きだったし、プライマスみたいなこうファンキーなロックも好きだったりして、日本で言ったらもうミシェルガン・エルパントみたいなこうあのジャパニーズロックだったらね、もう千葉さんにずっと会いたいとか思っていたたちなんですけど、はい、だからジャズ以外のものばっかり聞いていました、ね、はい、続いてリオコ様、いつも素晴らしい演奏を楽しんでます。お美しい姿はもとよりですが、音大でないのにどうやって技を磨いてこられたんですかということで、この音大は逆に最初から行かないようにしたっていうか、なんか音楽ばっかり学ぶというよりは違うことをやってる人たちがいる中で音楽をやりたいって思ったので、行きたかった大学は慶応大学で、慶応の中で音楽ができる学部っていうのを探して、それが湘南キャンパス SFC って言われてるキャンパスだったんですけど、一曲の SFC の中でコンピューターミュージックとか音楽理論の授業とかあって撮ってみたんだけど、想像してたものと全然違う、もっと数学的だったりとかして、結局だから大学ではその音楽授業をやらず、ジャズ系も入らず、自分で やってましたね個人的に、うん続いて、私も高木さんと同い年で趣味がピアノやシンセです。学生の時は CD 全盛期を過ごされたと思いますが、好きな曲、影響を受けた曲があれば知りたいですということで、小学校時代はスピードとか安室ちゃんとか、やっぱりアクターズスクール系、中学になって、もう浜崎あゆみさん、あゆ一筆になりましたね。そう、続いて、即興と言いながら何もなしにできるはずないので、ジャズ以外にクラシックとかの練習もしているのですか。しているとしたらどんな曲が好きですかということで、そうですね、即興演奏って基本的にやっぱりそのどのくらい引き出しがあるかっていうことと、どのくらい瞬発力でこうアドリブが降りてくるかって両方あるんですけど、でもその中でやっぱり例えばバッハの平均律
とかのフレーズは未だにこうジャズのアドリブの中にこっそり入れてみたりとか、そういうことはやってるので、そうだから最近だとね、あのピアニストの住野さん、カティンさんとかは本当にあのクラシックのピアノも素晴らしいですけど、カティンさんとかは多分ね本当にあのクラシックの名曲のフレーズとかを随所あの入れているので、アドリブとかにすごいなと思うんですけど、だからまあクラシックもそうだし、いろんなジャンルの音楽をあのアドリブに盛り込むことってできるので、たくさん引き出しにあのフレーズを入れておく方がいいのかなとは思います。はい、続いてここから結構プライベートな質問とかですね、はい、休みの日はどうやって過ごしてますかということで、これ私もう本当に睡眠が大好きなので、もうライブとかでもう使い果たした日の翌日とかもうこれでもかっていうぐらい寝ますね。とにかくそれ以外だったら最近はもうやっぱアマプラでちょっとアニメ見たりとか呪術廻戦を一気見したりしてました。はい高木様の大好物は何ですかということで、タイ料理が大好きなんですけど、もう自分でパクチーを栽培したりしてたこともあって、っていうか今もちょっとしてるんですけど、そのぐらいタイ料理が好きで、中でもあの春雨のサラダ、ヤムウンセンっていう料理がもう大好物で、これ自分で作ったら結構上手にできますはい、続いてリオコ様は普段の晩酌は何を飲んでますか、やはりテキーラですか、ビール、日本酒、ウイスキー、何でも濃いって感じのオールマイティですかということで、いや本当オールマイティでしたね、ちょっと前まででも昨年の11月に一回禁酒したんですよ。もう別になんかその体と具合悪いとかじゃないって、もうあの酒浸りの人生やめようって心に決めて、4ヶ月ちょっとぐらい、4ヶ月目の時にちょっと人のパーティーであの一口飲んだところが解禁になっちゃったんですけど、でもねそれからもう晩酌ほとんどしなくなって、そうでも健康になりました。でもねなんかね、そうだからたまに月に1回ぐらいちょっと美味しいワインと美味しいこうつまみとかいただいた時にね、そういうことをたまにする晩酌っていうのはすごく幸せですよね。はい、いつも拝見しています、美人のリョウコさんに質問したいんですが、男性のタイプどういうタイプですか、体型とか身長体重は。これねでも私結構今まで付き合ってきた人って全部バラバラで、本当にでも強いて言うなら結構若い頃は線の細い中性的な人とかがすごい好きだったんですけど、ビジュアル系バンドのボーカルさんみたいな感じとか、でもやっぱ年取るにつれなんかもっとこうがっちりした人とか、あの細い人よりはどっちかっていうとマッチョだったり、あの太めの人だったりとかの方が良くなってきたかな、なんですよね。やっぱ女性なんかね年齢とともに結構変わってくるみたいなんですけど、いや本当でも見た目は関係ないです続いて、好きな男性はやっぱりジャズが好きな男性がいいですか、それとも違う趣味の持ち主でその趣味を共有して遊んでみたいですかということで、これね全然ジャズを理解してもらえないのもやっぱ寂しいですけど、でもどっちかっていうと例えば私よりね詳しく このミュージシャンはこうでこうでとか、なんかジャズを語られたら嫌かもしれないそう結構ジャズ語りに入る人はちょっと得意ではないので嫌かなそれよりはなんか全然私が知らない趣味とかあのスポーツだったりとかそういうものをこう教えてくれるとかの方が楽しいかもしれないですね、うん、男性の筋肉で好きなパーツはどこ、あこれね私がもう結構どっちかというと筋肉質でマッチョなんですよ、いろいろふくらはぎとかもマッチョだし、ピアノもやっぱりピアノ筋でほらもうこう分かる、すごい筋入ったりしてるし、あほら力こぶすごいですよだからねそう男性力こぶとかやっぱこの辺もう上腕二頭筋とかなんかこの辺がもうパンってある人とかこうやっぱ変わっちゃいますね、うん、男性の腕筋好きですね続いて、彼氏にするならユーモアがあって面白い3枚目もしくはルックス抜群だが無口な男、さあどっちということで、これはもうね確実に前者ですね、うん、面白い人の方がいいし、なんかあんま私イケメンすぎる人でちょっと苦手なんですよね、何話したらいいか分かんなくなっちゃう、ありえないことですがもし男性に生まれ変わったとして目の前にいる高木涼子さんをなんて口説きますか面白い質問、そうだな、じゃあ
もし僕と結婚したら24時間空調の効いた素晴らしい夜景の見える部屋で、スタインウェイのピアノを弾き放題にさせてあげるよ。いやでもね、じゃあやっぱ違った。私ピアノは自分で買いたいんですよ。だからやっぱ違った続いて、やっぱり気になるのは何歳の年の差までなら OK ですか。気になって仕方がないってことで、これね、恋愛に年齢は関係ないと思っているタイプなんで、全然お話が合えば、お父さんより年上とかでも全然大丈夫なタイプではあります。だから別に上限とか下限とか、下限はあるね、犯罪になっちゃうからねいつもとても素敵な洋服を着ておられますが、衣装に使われているブランドやオフの日に着られる洋服のブランドとかいくつかあれば教えてくださいということで、これ私結構衣装はデザインとかもそうなんですけど、ラインが綺麗なものとかがすごく好きなので、最近で私がコットンクラブさんとかで着ていた衣装とかはイルマさんというブランドはすごくもうドレスのラインがとても綺麗なので好きですね。あとエンジェル R さんとかも結構足が綺麗に見えやすいデザインだったりとかするのでお気に入りですね。3サイズとかって聞いても良いのでしょうか。汗って書いてありますけど、これはね、ネットを調べてもらえば出てくるのでぜひ調べてみてくださいプロポーションを維持するのに心がけていることがあれば教えてください。これはもうでも全然もう年取ってきて肉が全然なんか昔と違うところについてきたりするので、やっぱりねちょっとまあ自分なりに筋トレしたりストレッチしたりっていうのもありますけど、月に1回か2回マッサージとエステに行くようになりました、やっぱり多少こうプロの力も借りながらだと自分のこうトレーニングとかもちょっとやっぱりいい感じになったりするなっていう気がするので、35を超えてからはそういう風にするようになりました。はい、続いてその他の質問、ここからどんどんいきたいと思います、ちびまる子ちゃんとサザエさん、どちらが終わったら日曜日が終わるなと思いますかこれはもうちびまる子ちゃん派だったのね、私とお姉ちゃんは、ちびまる子ちゃん大好きですけど、でも、明日から月曜日だっていう感じがしてしまうのはサザエさんもしもプロのピアニストになっていなかったらどんな職業に就きたかったですかってことで、これね、やっぱ身内に医療関係者の人がいるので、やっぱね、ちょっと白衣に憧れていたっていうのがちょっとあって、いやでもなんかやっぱ私がお医者さんでちょっとないよね、怖いよね使っている香水やボディミストなどあれば教えてください。今後の動画視聴の際の参考にしますどういうこと？ずっとね、私高校生の頃から愛用していた香水はシャネルのアリュールっていうのがあるんですけど、それでもちょっともう最近切らしてから全然使ってないですけど、でも最近は、でもチャンスとかもあるしシャネル系は結構好きですね。あとミスリオールとかも最近使うし、ボディクリームとかはジェルスチュアートのやつとかも普通にいい香りが結構あるので使ったりしてます、ミス慶応に応募しなかったなっていうことで、これね私ミス慶応を主催する側のサークルに入っていたんですね。広告研究会という略して貢献、これも聞く人が聞いたら貢献って言われてしまうようなあのサークルなんですけど、夏のキャンプストアって言って海の家を主催して、そこで協賛の会社さんからいろいろスポンサーになってもらってイベントをやったりとかミスコンを主催したりっていうサークルだったんですけど、2年の時は副代表とかまで何気にねやらせて SFC 副代表とかやらせてもらったのに、だんだん幽霊部員化してしまったんですけど、そうだから主催する側のサークルに入ってました。続いて、リオちゃんがピアノ以外に演奏してみたい楽器はありますか。あったならそれは何ですか。私ねこれねドラムかな。なんか実は小学生の頃にドラムを習いに行ったことがあるんですよ、ヤマハにでも全然才能がなさすぎて本当にもう半年も経たなかったんですけど、8ビートのレッスンとかまではあって、超絶的なねドラムを叩けたらすごい気持ちよくてかっこいいだろうななんていう憧れは未だにありますね。はい、続いて、赤星インコは買いましたか。これ、ね、買いましたか。買いましたよ。歴代結構たくさんインコは飼ってたんですけど、もうそう本当にインコちゃん大好きで、でもね最後に飼っていたピーちゃんっていう黄色い鳥が死んじゃってからはもう本当にもう
何も買うもんかと思って、それからずっと買いたくなっても買わずにいて、だからそのおかげでなんかね、こうインコちゃんグッズが家にたくさん増えてしまって、しかもなんかたくさんいただくんですよね。もう今ね、あの冷蔵庫にもあのインコのマグネットが貼ってあるし、今このあのインコのマグカップも使ってるし、もうね本当にね、うちの中の鳥屋敷です。もしも男に生まれていたと想像したら一番何がしたいですかって、これね、男子だったら私やっぱバイクに乗ったりしたいですね。こう自分でハーレー乗ってみたりとかしたいのと、あとはやっぱりね、格闘技かな。私やっぱ子供の頃からなんか女子のくせに闘争心が強いタイプなのか、あの、ね、戦いごっことかやってたのね。で当時あのドラゴンボール Z とかが全盛期で、だから男子と一緒に戦いごっことかやって、男子より強いみたいなタイプだったんですけど、だからもし男子に生まれてたら、そうね、キックボクシングとかやってみたいかな。でもね、プロレスも最近ちょっといいなと思ったりしてしまう、まあ、とにかく格闘技やりたいですね。続いて、お部屋の間取りを教えてください。これな、どういう質問、これ聞いてどうするんですかね。制作の部屋は6畳半ぐらいあって、今ここリビングで、でどうするんですかこれ聞いて。オンラインでジャズピアノのレッスンを行うような計画ってないですか、ワントゥワンでなくても構いませんということで、あ、これね、あのね、最近私、まあ、この YouTube でも生配信をね、今後ちょっとやらせてもらえたらなと思って、であれ買ったんですよ、スイッチャー。だから今後もしかしてレッスンとかやっても、そのスイッチャー使ったらいろんなアングルでピアノとか見れるかなっていうことで、だからちょっともうちょっと環境いい感じになったらこれも考えているので、はい、またお知らせしていきたいと思います。続いて、こんにちは、私は映画好きでよく見るんですが、あなたのおすすめの映画を教えてくださいませんかということで、ジャズ系で見ていいなって思ったのはグリーンブック、なんか運転手さんと一緒に旅を遠征していくピアニストの話なんですけど、これすごいちょっとほっこりする映画でよかった。でもね、基本的に結構私アクションとかホラーとか大好きなタイプなんですけど、最近ね、あ、これめっちゃ怖そうって思ったのがザ・チャイルドっていう映画、これね、まだ見てないんですけど、なんかどうやら無人島じゃないかな、なんか子供たちしかいない島に夫婦がたどり着いてしまって、そこでこう起きる怪事件の話なんだけど、これちょっと怖そうで見たいと思った。もうごめんなさい、全然おすすめとかじゃなかった。続いて、弾いてみたシリーズのアレンジはどのように出来上がるのですかということで、これはやっぱりヒットチャートとかをチェックして、その中からピアノ映えしそうな曲っていうのを選んでいって、でちょっとピアノで鳴らしてみて、あ、これいけそうかなって言ったらちょっとやってみるとか、そういう感じの流れですね。はい、いつもライブでのセットリストを決めるときはどんな基準で選んでいるのでしょうか。あ、これね、やっぱ全体のバランスとかもあるんですけど、なんかその4ビート、ボサノバ、ラテン、オリジナルとか、あとなんか明暗で選んだりとかもするんだけど、あと季節感かな。今だったら例えばサングリアっていう私のオリジナルはもう夏しかやらない曲だし、逆にインフィニティっていうオリジナル曲はもう冬だけ、ちょっと北極とかのその雪があるところのイメージなので、そういうなんかちょっと季節感とかは意識したりしますね。はい、続いて、もし胸がぺちゃんこ的な脅威だったら人生観は変化しますかって、これどういう質問ですか。あ、でもね、私意外と環境適応能力がある方だと思うので、もし胸ぺちゃパイだったらぺちゃパイを売りにしますね。はい、これはきっと。はい、というわけで続いて、全国ツアー的なイベントを行われる予定はありますか。あ、これはですね、あ、他にも結構場所の話があって、また山形でライブする機会はありますかとか、東北ツアーみたいなのはないのっていう質問や、札幌にはいつ来てくれますかとか、いろいろ来てますね。あと東京方面が主な活動ですか、関西は来ないんですか。関西と今名古屋だけは結構定期的に 2,3 ヶ月に1回とか行かせてもらってるんですけど、もうその他の地域は今やっぱりコロナがもうちょっと落ち着いてからにした方がいいのかなと思って、まあ、自粛しているところなんですけど、そう、でもまあちょっとコロナ落ち着いた時とか、あとは、まあ、今ちょっとピアノトリオのアルバムをね、レコーディングしようと思ってるんですけど、
そのアルバムが完成したらまた全国ツアーに行きたいなと思ってるところなんで、その時にはぜひ全国の皆さんとお会いできたらいいななんて思っております。はい、てなわけで、ちょっとここら辺でまだまだたくさんの質問が来てるんですけど、ちょっとまた別の動画で今後ちょっとお話できていたらいいかなとも思ってます。今日のところはこんなところで、そんなわけで、今回は質問コーナーをさせていただきましたが、この後はですね、チャンネル登録者10万人を目指して、YouTube からの銀の盾が送られてくることを目指して頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ今後とも高木涼子の YouTube チャンネルをどうぞよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。高木涼子でした。バイバイ。